さあ始めていく。クロムさん、大丈夫か。クロムさんが見に行ったの見た。ということで、チュンチュンやろうず。チュンチュンチュン。あ、チュンチュン。神宮寺さんかな。神宮寺さんがいる。神宮寺さんが己の存在アピールしたぞ。あら、ピヨンユがもういる。まあ大丈夫やろ。大丈夫やろ。ワイはゲストですから。なんかピンクがおったな。誰やろ。ピヨンユや。うわー、マジ死にすぎでは。次の部長になるために山遊ぶの。神宮寺さん右行ってんの見たぞ。責任を持って自害します。え、話今神宮寺さん死んだの。神宮寺さん右行ってたよね。ピヨンユ行ってました。なんなら私今バグって神宮寺さん壁の中おったから。それあります。最近発生したバグで、この前ハイブリさんがそれになってましたね。いいっすか、神宮寺さんがナビゲーション方面に多分行ったんじゃないかなと思うんだけど、ピヨンユがピヨンユと俺でウェポンにいて、その後 O2 にピヨンユと俺一緒に行ってるから、この二人は無理なんだよ、はい、だからじゃあ、こっちも先にマサカリさんと僕は、ずっと一緒にいて、ストレージ行ってエレクトリカル直してっていう形でずっと一緒にいたから無理です。ごめんなさい、僕ね最後しかマックスさん認識してないんですよ。あ、ストレージの真ん中の、給油のところでマシャカリさんがいて、僕はストレージの右下のゴミ捨てをやっていて、マシャカリのリーが見えてたんで、僕はマシャカリさんを完全に、停電後も直してるのを後ろずっと見ていたので、はい。で、所定ゾニキさん多分左だと思います。じゃあ、クロムさんだ。ピヨンユもう一個行きます。いや、でも、クロムさんは違う。もう一個いいですか、ピヨンユ。ピヨンユ、はい、停電前に、ウェポン、私最初ダウンロードをして、その後、一回、カフェデリア左上見に行ったんですよ。人死んでないか。その時にリンネさんがいました。あ、いました。ウェポン、カフェデリアの右上からのウェポンの経由でしたね。本当に分かってるか。最後は見えないんですけど。そう、カフェテリアにいて、ああ、そのままの O2 に行きました、私は。誰も死んでない、OK。アルマさん、ゲンさんはどこいただ？ゲン、僕、初手、あ、どうぞ。あ、次、アルマさんどうぞ。あ、いいですか。初手、左、ゾニキさんと行って、僕がメッドウェイに入って、ゾニキさん、そのまま左走っていったんですよ。で、カメラがついてたんで、メッドウェイから出たときに、多分、石油で死んでると思います。で、そのままカフェテリアに。本当にメッドウェイ行きました？メッドウェイで、最初手メッドウェイですけど、会ってないですよ、アルマさんと。わぁ、おかしくね？僕はクロムさん見てないです。アルマさん見てないです。ゲンさんはどっち？現象でストレージの給油でエレクトリカルちょい入ってからのストレージ戻ってコミュニケーション戻ったぐらいで停電になってまたエレクトリカル戻りました。マックスマシャカリに見つかってないのはなぜ？ラン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 マックスマシャカリあるわ。ゲンさん押してよ。まったく。妨害されてます。はい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 。はい、けんなよ、お前、ほんとに。はい。今、ピヨニューは、カチカチバトルしてるんやろうなと思って、ボタンを待機してたんです。はい。で、あまりにも長いから、一回ボタンを閉じたら、レポートが鳴っていて、はい。カフェテリアで死んでます。で、とりあえず、なんだっけ。テーブルを今回ったら、アルマさんがいました。はい、僕もずーっとボタンを連打してました。僕さっきの容疑者位置だったんで、ずーっとカフェで待機してました。いや、でもアルマさんボタン押してるから。あれ、死体発見だっけ？エレクトリカルの前にいたの誰だかわかります？僕ずっと全最速でついてます。あ、まあ、
ケンさん。ケン最速でついてます。で、マックスさんが今ふざけんなよって言ったんで、マックスさんも多分配電番組ですよね。そうですね。テラゾーと僕だけで、テラゾーが先についてたんだけど、一、うん、個もついてなくて、つけようとしても全部妨害し、され続けてたんで、テラゾー。ちなみにマックスさん、ゲン見えなかったんですか、はい、今の。ケンさんだと思うよ、マックス。俺はね、容疑者1にも入ってないのにわざわざそんな危ないことしません。ゲンさんだと思いますよ。ゲンさん見えてなかったよ、俺。え？まだ見えてなかった。さっきのって、私、ハイデマ開きっぱだとわかんないけど。さっきのって結局、怪しいのがゲンさん、アルマさんで、それをやるんだったらもうそこ2人があれなんじゃないですかって思ってないけど。いや、僕は普通にクロムさんにしか怪しいと思ってないです。所定メッドベイって僕もクロムさん見てないんで。ちなみに他に、待って、エレクトリカルって3人以外いました？あ、わらは最後の最終位置がエレクトリカルだったんですけれども、ゲンさん見えてないですね。さ、今のターンですか？今の。でもゲンさんずっとエレクトリカルの前にいたっていう話なんでしょ？いたっていう話っていうか、もう、だから最速でついて、配電盤そういうこと全くついてなかったので、つけようとしたら騙されました。まあ、俺ゲンさん投票するけど。マジか、ゲンさんもいたのか。え、じゃあどっちかわかんないな。いやもうローラーし始めないとダメじゃないこれ。ローラーってか、いやできないできない、また殺されるよ。そうそう俺だけエレクトリカルになったら俺だけ修理するね。ヒュー、お、俺だけやるって言うとるやろ。おーひ、お、OK。はい。ああ、アルマさんかな、妨害してんの。あ、僕マックスさんが先についてたんでマックスさんだと思ったんですけど。マックスさん死んでるじゃん。で、僕一歩離れて見てたら血が出たんで、あ、僕レポートじゃないのか。え、あ、ボタンなのか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。みんな状況どうですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。バグってて下の方見えないんですけど、誰が死んでるんですか。マックスさんが死にました。で、今、クロムさんのブザーで。レポートじゃなくて、はい、クロムさんのボタンで。ブザーですか。で、僕もレポート押しました。血が出ました、直前に。一歩離れて見てて、僕。俺視点アルマさんしか一緒についてきてるの見てないんだけど、ゲンさんっている？ゲンさんはカフェテリアでいます。カフェテリアにいます。あ、嘘です。ゲンその後ちょっとエレクトリから降りてます。これは自白しますけどこれは自白しますけど、まあ、エレクトリカルで殺害が起きてるんですよね。だってマックスさんカフェテリアいなかったですよ。ゲンさんって最初にカフェテリアにいたのは事実ですよね。はい、あと、僕以外エレクトリカル触んないでくださいっていう話したのに、アルマさんも来てるので、アルマさんでまず落ちると思います。っていうか、今日から釣り始めないともう6人なんで、うん、無理です。ゲンさんとアルマさんの両老だと思います。同じくです。アルマさんから入れますね。あ、待って、クロムさんどこ入れたの？アルマさんに入れました。ピヨンユは？アルマさん。じゃあ、アルマさんに入れます。じゃあ、アルマさんに入れます。まあ、アルマさんに入れます。でも、ゲンとアルマさんの二老になる理由って何ですか？さっきがゲンさんで、今回がアルマさんだから。妨害してる人が。あ、クロムさんとゲンさんの二郎だと思ってます。おぉ、あ、クロムさん、ゲンさんの二郎あるか。なるほど。リンネさんミュートで。はい。まぁ、ちょっと、やめとこう。まぁ、一人落ちたからね、これで。おぉ。またやるんだ。クロムさん、ゲンさん、またやってるよ。ピャコ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 。ヒューヒュー、おー、出た。ふー、頑張った。すごかったな、カチカチバトル。ふう、すごいわ。こういう風になっとるんじゃね。今日参戦させてもらったんじゃけど。ゲンさんとクロムさんが初手でついてたと思うんですけど。
そうですね。もう初手でカチカチバトルが発生してましたけど、さっとの。いやー、初めて見たわ。見物させてもらってありがとう。ボタン。これがカチカチバトル。今日は原産でいいのかな。原産でダメだったらクロムさん。うん、まあでもクロムさんが原産クロムさんって言ってて、みんな、うん、ブラストピューテラドーさんがアルマさん原産って言ってるので、とりあえず原産はいいと思います。うん、次俺がボタンを押します。もし終わってなかったらエレクトリから直しに行ってください。他の2人で、他の3人で承知。うわぁ、終わったぁ。なるほど。ごめんなさい、ごめんなさい。カチカチ強え。丁寧。強いよ。カチカチバトルで人死にすぎなんですけど。もしかこれですか、さっき。これですね、多分。今回、もう、ネタバラシをすると、はい、今回は私、メドウェイのベントから行ってるんですね。このルートを使うと、はいはい、確実に来るより先に来れるっていうのが一応検証の結果出たので、なので誰よりも早く配電盤に到達できるっていう。面白い。なるほど。双葉さんもツイッターで上げてらっしゃいましたけど、1点何秒かそれぐらい短縮できるらしいです。ちなみにストレージ前のドアだけ閉めるとさらに効果的なんですよ、ね。あ、そうですね。これはインポスターの相方の方にお伝えできないので 100% ではないんですが。なるほど。すごかった。これ僕、幽霊視点なんであれですけど、配電盤で戦ってた人たち、すごいっすね、これ。すごい。すごいな。むしろよう分かった。じゃあ、一番最初に左に行く人を見て、みたいな、メタがしなきゃいけなくなってくるのか。むずー。そうです。うん、そう。初手左行ったのに配電盤の前にいるみたいな状態が。ああ、確かに。そう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 。なんでそれで、こっちより前に見て。でもその時停電ですからね。最初から停電だとわかんねえからな。そうっすね。マックスさん切っちゃったのがちょっと私のミスで。寺堂さんを切ったりしていればまた展開も変わりましたかね。もう完全にもう団子だったんで、狙いは難しかったんですが。すっごい。だって、いやでも今回のターン、今回のターン停電だけですよ。うん、恐ろしい。会議の間の停電だけで。マックスも俺も原産の姿見てないっていう、言わなければ気づいてないっていう。言わなきゃよかった。そう。全く気づいてなかったんですよね。寺堂さんも見てなかった。見てなかった。あ、そう。緑っぽい人がいたら、ね、寺堂さんに綺麗に重なってて見えなかったみたいですね。あ、そうなんだな。おい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 。あ、すまん。笑うの使い魔が。すまん。すまん。申し訳ない。いや、すごい戦いだな。いやー、でもこれ、将棋だったら松田小僧賞受賞してますね、この。どういう話？どういう話？わからない。ありがとうございます。すごかったな、今の。うん、キルクールタイム稼げるの一人でやって、あれ。一応ね、1対1なら稼げるっていうのを実証しました、この前。ちょっと、ね、残り2秒まで、残り2秒まで計算いったんすと。あ、てかもう1回うまくいきましたね。うん。高田さんと二郎の会では。はい。やばい。はい、あ、じゃあお願いしまーす。お願いしまーす。お願いします。どんどん新たな戦術が生まれるね。